倉井助が明るくなったのはあの子のおか、せーの、明るくなったのはあの子のおか、あの子のやっこらせーの、やっこらせーの、カタリナ、その妙な掛け声はおやめなさい。学園にもちゃんと許可をもらったわ。しかしお嬢様、私にはどうしても花の苗には見えないのですが。あんたら何を言ってるのよ。こっちはキュウリの花、こっちはナスの花が咲くのよ。つまり野菜の苗ですね。そうね、最終的には野菜が実るけれど、その服じゃ。おかしな噂を聞きましたの。おかしな噂？由緒ある魔法学園の敷地内にあろうことか畑を作っている者がいるという話なのよ。カタリナ、少し私の部屋で話をしましょう。ところてん食べたい。は？何それ。夏といえばところてんでしょ。ってこの世界にはなかったっけ。またわけのわからするにはぴったりの場所ですが、こんなに大人数になるとは思っていませんでした。せっかくならみんな一緒の方が楽しいと思いまして。誘っていただいて嬉しいですわ。危うく抜け駆けされてしまうところでした。私もカタリナ様と遠出が